どうも、ヌヌです。ソルト&サンクチュアリ、続きを遊んでいきたいと思います。ここはどんな感じになってんだ？降りれるのか？なんだこいつら。いてて。怒られたんですけど、出だしからいい感じに怒られております。何この燃える感じ。沈んだ砦で、また足場の悪そうな。え？見晴れの森につながってた。あっ、これってあれだよね。だよね。これ罠じゃないのか。クリスタルの指輪っていうのを手に入れましたけど、ん？金属が体力上昇。何これ、ボスちゃん、クラウケンキュクロプス、マジかよ。
痛い痛い痛い。スタミナ持たねえよ。なんかすごい値段が上がってるんだけど、持ってるお金の量に比例してとかそういうやつか。ちなみにこっちはね、取り出た。ウォーハンマーだ。ハンマーは得意武器じゃないの？多分これ重さがやばいんだろうな。50、うん、重いね。強いけどさ、食うなし、死んだし。スタミナ的に2回なんだよな。一回裸で振ってみるか。スタミナ的に2回だな。なんかスタミナの最大値減ってない？
ちょっとこれでやってみようか。でも1回ぐらいやってみてもいいよね。なんか動きが軽快な気がするのは気のせいだろうか。まあ重量が 27.2、うん、これスタミナ上限値が下がる？唱えると、フォーカス消費量、うん、なんだフォーカス消費量って。これ回復するのかな。気になったのはそこの大位置大体、慣れちゃうとまた下がるでしょ。だからか、全然減らないし。つけてた方がいいのかな。だったらこっちはやっぱりクレームは、クレームはのこっちをこれにしたらどうなの。やっぱ遅くなっちゃうか。なんかやっぱりさっきよりは重いかな。このさ、銀の葉って手に入れてるけど何に使うものなんだろう。ここにボスいると思わなかったよね。クラーケンキュクロプス、簡単に死ぬなよ。
とりあえず反対側の道攻めてみよう。進んでみようか。届かねっす。面倒くせえやついるな。ああ落ちた。なんじゃ。あ、で、ここだったんだ。で、さっきの川の指輪って何？筋力が上昇。おお、これの方が良くない？筋力上昇だから今装備してんのがライフ最大値減少幅が少なくなる。ライフが徐々に回復。暗黒耐性。暗黒耐性か。こっちにしよう。まあ気休めでくらいなんでしょうけどね。さて上を目指して。このモニュメントは何なんだろう。痛いなあ。あー落ちた。なんか回復ポイントないかね。鍵がかかってる。
やえボスじゃん。偽りの道化。ほら、こいつはさほどでもなかったからさ、あれだけど、よし、こっちは何？なんかいるよ。友よ、話をしに来たのか。ここから見るお前は全くもって奇妙だわい。フォークにスプーンにナイフ、そして溺れた男の妻。濡れたか。あら、よいよい。わしの住む場所は中が外で下が上、さらにカップに覆わん、そして砕けたあと家の心。あら、よいよい。この豊かな視点が欲しいのか。こいつはまがい物なんかじゃないぞ。肘に顎に膝、そしてに海の下の墓。あら、よいよい。はい、ならば恐れず手を差し出せ。この陰には大きな力がある。白く焼けつくように熱く鋼鉄のごとき、そのいいじゃん。神聖なる石の前に立て。そしてそれからその後は、立てば別れさ、行けば別れさ。信仰、信念、真実、木陰のやつだけ。あら、よいよい。道家の冠、服、スリッパ。軽装備だよね。これか。え、何これ。銀の盾、バックラ、クラスにバックラ。
どこに繋がってんだ。あ、いたぞ。あ、ここに、あ、ここなんだ。置いてみようか。ミゼラブリの最初のボスのやつやん。帰ってきました。レベルアップしときますか。で、スキルツリーはどこへ進むのかっていうとこなんですけどね。取り消すこともできるんだ。魔法いらないかな。なんかいまいちわかんないな。 Y ボタンを押しても反応しないし、体力強化しよう。なんか弾かれるんだよな。なんでだろう。まあ、というわけでちょっとおかしくなってる気がするので、今回はここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。